アダム・オズボーンはアメリカ合衆国でコンピュータ関係の企業を経営した実業家である。世界初の商業的に成功したポータブルコンピュータであるオズボーン一を世に送り出したことで知られる。オズボーンは1939年3月6日にタイのバンコクでイギリス人の父とポーランド人の母の間に生まれた。父のアーサー・オズボーンは シュラーロン高音大学で東洋の宗教と哲学の講師をしていた。家族全員がタミル語に堪能であった。彼は第二次世界大戦中は母親と一緒に南インドで過ごした。彼は6年生まで古代カナルの学校に通っていた。1950年、オズボーン一家はイギリスに移住した。11歳からボリック社にあるカトリックの寄宿学校で教育を受けた。 1961年にバーミンガム大学で科学工学の学士号を取得した。大学卒業後に渡米し、1968年にアメリカのデラウェア大学で博士号を取得した。この間にコンピュータのプログラミングを覚えた。その後、カリフォルニア州のシェル石油で科学技術者としての職を得たが、3年で解雇された。 オズボーンはコンピュータの読みやすいマニュアルに特化した出版社オズボーンアソシエーツを1972年に設立しコンピュータの本の分野の先駆者となったオズボーンアソシエーツは1977年までに40タイトルの本を出版した1979年同社はマグローヒルによって買収されマグローヒルオズボーンのブランドとして存続した また、オズボーン自身も何冊か執筆しており、そのうちの一つ、アイ・イントロダクション・ツー・マイケル・コンピューターズは30万部を売り上げた。オズボーン1・オズボーンは、1975年に設立されたホームブリューコンピュータクラブの設立メンバーであり、その会合に頻繁に参加していた。彼は1979年にオズボーンコンピュータを設立し、 世界初の商業的に利用可能なポータブルコンピュータ、オズボーン1を1981年4月にリリースした。飛行機の座席の元に収まるほど小さく設計されており、重さが24.5ポンド、価格が1795ドルで、重さ、価格とも同等の機能を持つ他社のコンピュータの半分程度だった。オペレーティングシステムとして、当時は一般的だった CP、 m がインストールされていた。オズボーン社はピーク時には1ヶ月で1万台のオズボーン1を出荷した。オズボーンは当時は趣味のためのものと思われていたパーソナルコンピュータに趣味以外の世界に広い市場があることを理解した最初の人物の一人だった。オズボーン1にはワープロソフトや表計算ソフトがバンドルされていた。IBM が OS やモニター、さらには モニター用のケーブルを別々に販売していた当時、オズボーン社の PC はハードウェアとソフトウェアがバンドルされていた。コンピュータ業界でのアダム・オズボーンの経験は彼の新しい会社に対する信頼性を与えた。オズボーン社の広告は交通インフラにおけるヘンリー・ホードの影響力をパーソナルコンピュータ市場におけるアダム・オズボーンの影響力と比較したものだった。 1983年初頭、オズボーンは同社で開発中の次世代のコンピュータについて発言した。これにより消費者はオズボーン1を回避えるようになり、その結果として在庫過剰が生じ、1983年9月13日にオズボーン社は破産に追い込まれた。新製品の情報を事前に発表することが既存製品への需要を減少させるという、 この現象は、オズボーン効果として知られている。ただし、オズボーン社の破産の真の原因は、オズボーン効果ではなく、品質管理の低下と不十分なキャッシュフローであったと、する説もある。オズボーン社の破産後の1984年、彼は、ジョンシード・ボラックとの協調で回顧録、ハイパーグロス、ザライズフォール・オブ・ザ・オズボーン・コンピューター・コーポレーションを発表し、ベストセラーとなった。 オズボーンは1984年に安価なコンピュータソフトウェアに特化した会社ペーパーバックソフトウェアインターナショナル社を設立した。その広告はオズボーン本人を前面に出したものでソフトウェア会社の価格設定と同じロジックを電話会社が適用した場合電話は600ドルの費用がかかるだろうと主張したものだった。その製品の一つに ロータス1から2から3の安価なクローンである VP、プランナーがあった。1987年、ロータスはペーパーバック社を訴えた。この提訴の結果、ペーパーバックソフトウェア社は消費者の信頼を失い、1989年には収益が80%減少し、ベンチャーキャピタルからの資金調達ができなくなった。1990年2月、この訴訟は、 法廷で争われ、6月28日、裁判所は、ペーパーバック社の製品が、ロータス1から2から3の、ルックフィールインターフェースをコピーしたものであり、ロータス社の著作権を侵害しているとの判決を、下した。同年、オズボーンは、ペーパーバック社の社長を退任し、同社は解散した。ペーパーバック社のデータベースソフトである VP インフォは、別の会社が販売権を取得し、 シャークペースの名前で現在でも販売されている。1992年に人工知能に取り組むノーティックスソフトウェア社を設立したのが彼の最後の事業となった。オズボーンはメンサの会員だった。彼は二度結婚し、二度離婚した。オズボーンには三人の子供がいる。二人の元妻と子供たちは彼の死去時に存命だった。1992年。 オズボーンは健康の衰えのため、インドに戻ってきた。彼は、頻繁に軽い脳卒中を誘発する、脳疾患に苦しんでいた。彼は2003年3月18日に、インド古代カナルで睡眠中に死亡した。64歳だった。ありがとうございます。